別用に仕入れた盆栽がいくつかあるんですけども、その中で、ツタですねを死ぬほど仕入れてしまいましてちょっと半端ない量が残ってしまいました、はい。値段をね300円で売ってたんですけど、だいたい1ケースぐらいはなくなったかなと思うんですよ、これでも、うん、でもあと 1,2,3,4,5 で向こうに1個あるんであと6ケースぐらい余ってます、はい。でまあこれの状態で売っててもねなかなかわからないっていうのもあると思うんで、実際私がこれを使ってで、せっかくだから Q さんの鉢入れて、はい、あのちっちゃいミニ盆栽みたいな感じで作っていきたいなというふうに思います。そうすればね、あのこういう使い方ができるんだって分かった方が出てくると思うので、うん、そしたらまた当時遊びに来ていただいた時に買っていただければなというふうに思いますので、はい、やっていきたいと思います。どんなものなんですか？いろいろねちゃんと木になってるツタもあります。例えばあとこうやって太くなってるやつもあるし、結構立派だね。ね、太さが300円だもんね。こういう木っぽいやつもあるし、どういう木にしたいかによって変えることができると思うので、ちょっと見解っぽくしてもいいだろうし、うん。ただ今回あの9歳の鉢だいぶちっちゃいので、はい、ちっちゃくて動きのあるような木を選びたいなと思います。今日は猛烈に暑いですね。そうですね、34度。34度もあるんだ、9月の半ばで。なんかね、面白いね。あ、いいね。三冠。いいよね。うん、ちょっとへこんでて、うん、動きがあって目にしましょうかね。はい、さて、今回このツタを使っていきたいと思います。はい、で何が合うかなと、ね、ちょっと見てみましょう。あんだけ鉢もこれだけになってしまいました。100個ぐらいは売れたのかな。100個以上あったもんね。こういうのがあったりとか、こういうの入ればね面白いんだけど、うん、あ、これね、緑か。ツタはでも紅葉するでしょ、赤に。こういうのに入ると面白い。土面が灰色だから湯もなんか不思議な色になる。青緑みたいな。でかいか。これすごい。これ何ですか？誰の箱？ティーガ君です。ティーガ君です。しかも9の箱押してないでしょ。ただのタイガ鉢です。その辺かな。この辺のちょっと深いやつに入れようかな、うん。じゃあちょっとこれを抜いてですね、根の状況と相談しながら鉢を決めていこうかなと思います。候補がここにあります。はい、あら足元が、足元が、根が粘りが出てきました、はい。でこれね今年植え替えしたみたいなんです、はい。だから全然ちっちゃい鉢にもまだ入りますので、針金外そう。これツタって公園とかにあるじゃないですか、うん。ああいうのだともっと葉っぱ大きいですよね。そうですね、まあ、ちっちゃくなるんですけど、にしてももう最初からちっちゃいやつを選ぶといいかもしれないですね。葉刈りしてるからかなと思った。葉刈りもしてますね、これね。葉刈りの時期はあの大きくなったら、大きくなったら大体6月とかそういう時にやってもらえれば。そうですね、5月6月そうですね、うん。ちょっと長いのだけ切っちゃうんですね。もういい、こんな感じかな。正面はこの辺にしようかなと思いますので、はい、これだったら意外と浅いのに入りそうな気がしてきたんですけど、これだからいい、言っちゃう、足ないやつ、うん、いいんじゃない。これにします。あ、にしました、はいはい。さっきまで選んだ何だったの。こんなに足元があると思わなくて、うん、こういうのでも意外と合うかなと思ってこれにします。はい、じゃあ植え替えて、はい、はい。転職休憩しないとちょっとね。そうですね。これ針金で足を作るような感じで
頑張ってやりますんで、ちょっと浮かせるみたいな、鉢を四方に巻い四方に広げて、あこうじゃないとコテッといっちゃうから、これとこれでやってこう、もう一個これで止める感じ、同じ太さで、それが立つんじゃないかなって思うんですけど、そういう穴開いてんだ、あった、うん、同じ高さにして、1、2、3、4みたいな、この木はですね、右流れやっていきますんで、壁際は左にこう高く、うん、まあ半月みたいな、はい、三日月みたいな感じですね、でこう植わる感じでやっていきます。でもう全部細かい砂でいいと思いますんで、あ、じゃあもう少し切ろうかな、若干白いのはちょっと残しながら長い黒っぽいやつを切ってあげました。根っこ今一番動いてるんで、この白いの切らないで、根が変わるんですね、色ね、そうそう、一番動いてるのは白い根っこ、でも雑草の根っこじゃないんで気をつけて、雑草の根っこも白いんですけど、ピントがちっちゃくて青なんで大丈夫です、こんな感じで、かわいい、なんか草のイメージなんかな、どうなん、ちょっとね、ちょっと草っぽい使い方もよくするよね、ツタは基本的には添えというか、樹木にもなるんですけど、どっちかというと添えと季節感が出るので、ちょっとこう伸ばしてさ、そうそうそう、やりますか、はい、とこういう感じですかね、はい、で植えていきます、はい、ツタも四季飾れるのかな、四季飾れます、ツタは、あね、春は目指、あんまり冬はやらないですね、落葉するますよ、ね、落葉するので春の目出しの時とで夏は実ができます、ブドウみたいな、はいはい、ポポポポっとで秋は、真っ赤に紅葉するんで、この四季が楽しいです、ね、まあ、でもこれからはやっぱ紅葉が楽しみですね、そうです ね、 ね、でいろんな形にできるのもいいポイントかなと思うので、木っぽいやつを選んでもいいだろうし、ちょっと県外っぽいやつを選んでもいいだろうし、うちにある大きいツタとかは県外っぽくなってるのが多いんですけども、普通の立ってるような木もありますし、もちろんいろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。涼しげで季節感が出るっていうのはツタの魅力ですね、実は結構好きなんですよ、ツタ、うん、ね、いいですよね、うん、ちょっと苔を取ってあげて見た目を良くしようかな、うん、はい、じゃあ苔を持ちます、はい、苔取ってきました、はい、入れていきますね、はい、ちょっと薄めに切ったのは薄やったじゃないですか、うん、やっぱり全体9割初心者というか、うん、な印象じゃない、そうですね、やっぱりちょっと始めたてとか、うん、それかベテランさんでずっと見てるよみたいな、うん、でもそういう人たちも別にどこかね共通してるわけではないから、意外とだから自分のやってること以外知らなかったりとか、うん、初心者向けの動画をね川田さんはよく撮ってるから好評なんじゃないのかなって思ってますけども、意識されてますか？僕も YouTube 結構よく見るんで、うん、他のジャンル、僕の趣味だったりとか見ると知ってんのありきでやるところもあるじゃないですか、まあまあ、慣れてくるとね、そうそうそう、でもそれが分かんなかったりとかすることが結構あって、ちょっともうちょっと知りたいな、でも話進んじゃってるなみたいなのも結構あるんで、それかもうちょっと誰でも真似ができるようなものをやっていった方がいいのかなっていうところなんですけど、意識してると、でこういう縁はですねちょっと中に入れ込んであげるといいと思います、盛り上がった感が出るのかな、中が高くて、はい、縁が低いみたいな苔らしさが出てくるので、
かな。はい。若干ですね、この反対側に長くなってるやつとかを切ってあげます。このぐらいで。で、ちょっと頭もこの辺に切ってあげて。で、こうちょっと葉っぱが大きくなってるところですね。はい、これは取っちゃっていいと思います。またどんどん出てきますので。うん、あの切れば切るだけ出てくるんですよ、ちっちゃく伝わって、はい、なのであの、ね、あんまり気にせず大きいのは切っちゃってください、うん、全然大丈夫ですから。前剥がりもしますもんね。します。前剥がりしても出てくるんで、うん、ちょっと長くね、しっかりあの固くした葉の方が綺麗に紅葉はしますので、うんうん、ちょっと豆知識というか、豆知識、葉っぱがね、多分ね、絶対わかんないんですけど、ここにね、トゲがあるんですよ。トゲっていうかね、ピッてなんかもう、蚊の針みたいな、ちょっとピッて出てるんですよ、うんうん、これがあるやつはツタなんですよ、うん、で、まるっきり似たような葉っぱで、トゲがないやつあるんですよ、丸っぽくて、先端が、はい、それはね、ツタウルシってやつなんですよ。あ、違う、うん、品種って。そうで、そのツタウルシは、まあ、ウルシって名が付いてるように、すごいかぶれるんですよ。あら、葉っぱ切ったりとか、枝切った樹液とか、もう葉っぱ触るだけでかぶれる人もいるぐらいな木なんですね。でこれはツタなので大丈夫なんですけど、そういうの見分け方法はこのトゲですかね。こっちもこっちの方がこう、このトゲがあるとツタですから安心してください。はい、逆っぽいですけどね、うん、トゲがあると毒っぽいけど、ね、逆にトゲがない方が毒があるので、はい、気をつけてください。ありがとうございます、はい、完成しました。こんな感じで玄関とかね、はい、お湯したら飾ってもいいと思います。いいと思います。こうやってちっちゃいならではの世界観があるというか、ね、この鉢もちょうどね、こういう面白い鉢があったので、はい、こういうね、ちっちゃい中にも世界観があっていいんじゃないかなというふうに思います、はい、まあ本当に多種多様な形のツタが300円ってありますので、はい、300円って考えたらいいですよね。でこれだって結構ね、太さがありますよ、まあ、極端に古い木ではないですけど、ただ動いてますし、葉っぱもコンパクトにできる木なので、いろいろ選んでいただいて、いい木に巡り合ったら買っていただければと思います。なんか逆発想でもいいかもしれない。あの鉢買ったからあれに入るやつがあるかもみたいな、そういう見つけ方していただいてもいいと思います。ぜひちょっと やばいんで場所をね、はい、気になる方は来ていただければと思います。はい、フェス前に撮るべき動画でしたね。そうですね。すいません、はい、以上。以上です、はい、じゃあこの動画がいいと思いましたら、いいねボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。します。 Please subscribe and thumbs up. Bye. Bye.